ライアン・マイケル・シンフは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州セント・タマニー軍、コビントン出身のプロ野球選手、右ト左ヒルイジアナ州立大学時代の2009年には、カレッジワールドシリーズで大学全米一を経験した。この時のチームメイトには、DJ メイユや、ルイス・コールマンらがいる。A 級、ランシング時代2009年の MLB ドラフト50目で、 トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズと A-9、オーバーアンダブルデイズでプレーし、2球団合計で36試合に出場して打率。293.3本類が、14打点、5盗塁の成績を残した。2010年は、A 級、ランシングラグナッツと、A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、 2球団合計で110試合に出場して打率、237.8本類が52打点、14盗塁の成績を残した。2011年は A 級打2位点でプレーし、57試合に出場して打率、240.10本類が36打点、2盗塁の成績を残した。2012年は A 級打2位点と AA 級、 ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、2球団合計で129試合に出場して打率。269.22本塁打、76打点、7盗塁の成績を残した。2013年は A 級ニューハンプシャーでプレーし、126試合に出場して打率。210.23本塁打、65打点、3盗塁の成績を残した。 2014年は、A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレイし、2球団合計で117試合に出場して打率。227.24本塁が58打点3盗塁の成績を残した。2015年も A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級バッファローでプレイし、2球団合計で107試合に出場して打率。250.23本塁だ。 63打点に盗塁の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2015年11月25日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参カのトリプル A 級エルパソチワワズで迎えた。6月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、その日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。 7月1日のニューヨークヤンキース戦ではメジャー初本塁打を放った。7月には9本塁打を放つなどの活躍で同月のルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。20本塁打はこの年の新人としては両リーグで4位タイだった。2017年は肖像類種として開幕を迎え、前年並みのペースで本塁打を量産したものの、 打撃不振により6月8日の出場を最後にマイナーに降格した。53試合の出場で打率。153.14本塁が25打点だった。トリプル A 級チワワズでは69試合に出場し、打率20。202.19本塁が44打点だった。2017年12月12日にマイナー選手1名とのトレードでタンパベレーズへ移籍。 2018年3月3日にカルロス・ゴメスの加入に伴い戦力外となった。その2日後の3月5日に金銭トレードでアトランタブレーブスへ移籍したが3月31日にカルロス・ペレストのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。5月22日に自由契約となった。2019年3月29日に独立リーグ・アトランティックリーグのシュガーランド。 スキーターズと契約したが、公式戦出場なく4月24日に解雇となった。ありがとうございます。